皆さんこんにちは。1978年より日本テレビが毎年放送しているチャリティー番組24時間テレビ。これまでパーソナリティに旧ジャニーズグループが起用されていましたが、性加害問題によって今年のパーソナリティは誰になるのかと注目が集まっていますが、今年の24時間テレビでパーソナリティとなるのはナンバーアイだとささやかれているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。日本テレビが毎夏恒例の24時間テレビを今年も放送する方針を明らかにしました。今年の3月25日、福田博史の取締役専務執行役員が放送すべく準備をスタートしていると言及していました。日テレといえば昨年10月期の連続ドラマセクシー田中さんの実写化トラブルの末、原作者芦原日奈子氏が急逝。3月3日放送の世界の果てまで行って Q の井本彩子さんの人気コーナー珍獣ハンターで放送された VTR にコンゴ民主共和国大使館が同局に対し抗議していることが明らかになるなど、トラブルが続いています。さらに昨年11月には同系列局の日本海テレビ元幹部が2014年以降24時間テレビで集めた寄付金264万6020円を着服していたことも発覚。番組の意義が大きく揺らぐ中、継続を決めた日テレの決断もさることながら、視聴者としては今年もメインパーソナリティに旧ジャニーズグループを起用するのかも気になるところでしょう。4月クールの日テレ土曜10時のドラマ枠はセクシー田中さん同様に小学館から出版の漫画原作の実写化が放送予定でしたが、芦原さん死去の問題や原因が明らかになっていないこともあり、批判が殺到したことで見送りとなりました。急ピッチでストーンズの森本慎太郎さんが主演のドラマに代替で決まりましたが、これは旧ジャニーズ事務所と日テレが双方助け合う蜜月関係がまだ続いている証左と思われても仕方がないでしょう。昨年の24時間テレビのメインパーソナリティには性加害問題が大きく騒がれる前ということもあり、デビュー2年目のなにわ男子を起用しましたが、今年も今まで通り旧ジャニーズグループを起用すれば視聴者からの批判が向けられるのは避けられないでしょう。そんな中、日テレと距離を詰めているのが平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんが属するナンバーアイ。3月30日放送の日テレ系の新音楽番組 With Music では旧ジャニーズ事務所退所後民放初歌唱、番組チーフプロデューサーの島田総一郎氏はキング&プリンスが24時間テレビのメインパーソナリティを務めた際も共に関わり、岸さんが準レギュラーを務めていたザ・鉄腕ダッシュも担当しています。島田氏は同月24日 X にやっと言えます、奴らが新番組の2時間スペシャルに登場しますと嬉しそうに投稿しており、ナンバーアイに対する思い入れがあるのは確か。ファンの一部からも24時間テレビのメインパーソナリティを期待する声も上がっていますが、日テレが旧ジャニーズ事務所を向こうに回す形になってもナンバーアイを起用するのかどうかに注目が集まっています。24時間テレビのメインパーソナリティに旧ジャニーズグループを起用するのが日テレとしては順当でしょうが、度重なる不祥事で視聴者の不信感が募っている中で強行すればさらなる批判を招くリスクもあります。4月1日カウントダウン TV でやめジャニである彼らが現役旧ジャニーズのトラビスジャパンと生絡みを見せ、忖度が消えたことを感じさせましたが、もしナンバーアイをメインパーソナリティに起用できたら、日テレとしても旧ジャニーズに対する忖度が完全に消滅したことをアピールでき、さらに日テレとしても巻き返しを図ることができます。ただ3人はせっかく新たな道を歩み始めた矢先にあえてかつてのイメージを想起させるようなアクションを起こすとは考えにくいですよね。日テレは昨年10月の石澤武社長が定例会見で
旧ジャニ勢の新規起用についてスマイルアップの取り組みに少しずつ課題解決が進んでいる、道筋をつける努力をしていると感じていると一定の評価。今年3月には中止していた新規起用を再開したことを明かしています。4月10日からはスタートエンターテインメントも動き出しました。そうなると今年の24時間テレビも旧ジャニ勢がメインパーソナリティとなる可能性が高いのではないでしょうか。となると気になるのはどのグループが選ばれるかですよね。ファンの間で本命視されているのが旧ジャニ勢でも屈指の人気を誇るスノーマンですが、メンバーのラウールさんは7月下旬に放送される27時間テレビ2024のダンス大会の応援サポーター就任が発表されています。そこでなにわ男子の2年連続起用や17年や20年の時のような複数グループのメンバーによる混成チームの可能性も取り沙汰されています。しかしスタート社内部ではタレントの出演に関して意見が分裂しており、一部から旧事務所の一連の問題でメインパーソナリティはマイナスにしかならないという声もあるそう。そのため今年は旧ジャニタレントを起用しない可能性も浮上しているといいます。スノーマンは今年の24時間テレビのメインパーソナリティが有力視されていますが、ファンから猛反対する声が上がっており、昨年は旧ジャニーズ事務所の性加害問題で世間を騒がせた後の放送だったこともあり、24時間テレビの公式 X などには出演した旧ジャニーズタレントに対する辛辣な意見も相次いでいました。なのでもしスノーマンがメインで出演した場合、ネットで叩かれることが目に見えているため、ファンの間ではスノーマンには絶対やってほしくない、サンドバッグにされたくないです、彼らはスターだけど生身の人間ですなどと出演を反対する意見が殺到しています。またスノーマンメンバーはこの夏、岩本照さんが主演ミュージカル、佐久間大介さんが朗読劇、目黒蓮さんが月9ドラマで主演を務めるなど大忙しであることから、これでパーソナリティまでやったら大変すぎる、休ませてあげてほしいと過密スケジュールを心配する声も上がっています。現在ライブ、 SNS、 広告、テレビなどナンバーアイの3人が動く度に多くの人と多額の金銭が動く状況にあります。今回起用されればとんでもない額の寄付金が集まり、日本テレビ、ナンバーアイともに勢いづくのではないでしょうか。今後の日テレの動向に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。